ました。いい感じです。わあ、どうもありがとうございます。やっぱ私この曲ね、聴くと櫓の上に太鼓を叩いてたんですけども、その雰囲気がね、なんかこう蘇ってくるような感じで歌わせていただきました。出たい感じですか？そうですね。まだまだこの後ね、あと1曲だけ盛り上げていただく、そんな曲がございますのでね、ぜひその時にも皆様のご協力が必要になりますので、ちょっとね、暑いでしょう、お母さん。大丈夫？ありがとうございます。ね、ぜひ盛り上げていただきたいなというふうに思います。それでは、先ほど歌わさせていただいた波の八、この後フルコーラスでお届けしたいなと思います。ぜひ、はい、この曲ね、もう、さっき先生も言ってましたけれど、お父様がね、一生懸命歌ってたよという、どちらのお父様でしょう。あ、小田さん、ありがとうございます。覚えていただけました？お、素晴らしい。覚えやすいですか？あ、よかったです。この先生が書いたんです。はい、ね。ありがとうございます。ぜひね、一緒になって歌っていただいて大丈夫ですので、ただ、この波の伊八というね、タイトル、珍しいと思うんですけども、波の伊八さんという人物がいます。知ってた方います？あ、さすがに。お名前、伊八さんですか？それで知った感じで、あ、本当ありがとうございます。聞いてくださって、ね、昨日ラジオ日本さんのおはよう歌一番という番組、朝4時からですよね。聞いてくださったんですね。聞いてくださった方います？あ、一人。4時。はい。おはよう朝、あ、おはよう歌一番です。あ、起きてましたけど聞いてなかったですか？あ、聞いてた？あ、よかった。あ、本当、偶然聞いてくださったんですね。そしてあとね、月曜日の日にはね、NHK の火曜スクランブルという番組に1時からだったんですけども、それは聞いた方います？あ、すごい、ありがとうございます。もう終わってしまったのでね、今頃告知も遅いですけどもそう、28日、はい、NHKFM の火曜スクランブルという番組、曲だけ流れたそうなんですけども、本当にこうしてね、たくさん のラジオ番組の方にも皆さんに可愛がっていただいて、かけていただくことも多くなりました。